ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、脱線しがちなバイリンガルの僕がですね、皆様に中間ニュースをお届けしようと思います。はい、ですね、今回の中間ニュースなんですけどもね、統合ということでですね、これはですね、まあデカップリングみたいな意味ですね。最近ね、中国国内ね、まあヨーロッパ、欧米とのね、デカップリングがね、進んでいってるんですけども、これがですね、なぜ起こっているのかと、必ずしもね、欧米一辺と欧米がね、その欧米の策略だけで起こっているわけではなくて、まあ中国とその欧米のね、この何ていうの、不協和音、双方がね、ちょっと外れていくことによって、まあ、双方で、まあ、一緒に促進させていくと、同じ方向性に向かって頑張っているみたいなね、そういった状況に、ね、なっているわけなんですよね。もちろんね、アメリカというのもですね、とある、国をね、育てていってですね、まあ、強すぎになってきたら、ちょっとね、そいつの、エネルギーをね、まあ、そいつのパワーを削るみたいなね、そういったことをね、まあ、最初からね、計画しているわけなんですよね。中国の、ね、経済がね、どれだけ発展してもですね、まあ、例えばね、中国がね、まあ、すごく売れてる料理屋さんだったとします。ただしね、アメリカがその塩のね、販売をね、独占していて、まあ、日本がね、胡椒の販売を、独占していると、まあ、そういった状況になっていって、まあ、中国がね、料理作って儲けていたら、じゃあお前に塩やらねえと、じゃあお前に胡椒やらねえと、そういったね、準備をね、しているわけなんですよね。で、実際にそれを今ね、行っている、っていう側面もあります。それでね、なんつうのかな、まあ、今回ね、これ話している、内容というのはですね、まあ、とりあえずその中国にはそのミドルエンド その産業が残って、でその中でね、ローエンドの、産業がね、インドとかベトナムとかね、そこら辺の、より賃金の低い、国にね、移っていってですね、移っていってしまうという状態になってるんですよね。だから、その中国で、それで多分そのインドがね、中国にまでの経済力にまでは追いついてくることはないで、中国がね、2位のまま、ちょっとしなびていくみたいな、ちょっと萎縮していくみたいな経済がね、そういった状況をね、予測しているんですよね。で、このね、デカップリングが進んでいるって言っている状況にですね、わざわざね、海外との、ね、不協和音をね、作り出すというね、この中国のね、性質があるんですよね。中国ね、ちょっと宣伝の中国人で基本的に、ね、宣伝能力とか情報操作能力っていうものを一切持たないんで、やればやるほどなんかこう気持ち悪がられるという、そういうことをやるんですよね。まあ、最近ね、その、なんていうの、リャンジェンっていう、まあ、名前どうでもいいんですけども、抗日戦争もの愛国オンラインゲームとかあるんですよね。で、このオンラインゲームでね、さらにね、中国国内のですね、ミニピンクと呼ばれているシャオフェンホンって言うんですけども、呼ばれているね、気持ち悪い愛国者たちがですね、まあ、早速このゲームやるわけなんですよね。まあ、多分ね普通やらないと思うよ、こんなゲームっていう、ゲームなんですけども、やるわけなんですよね。そしたらですね、課金しないと日本軍倒せないということに気づくわけなんですよね。それでこの、なんていうの、ゲーム会社をね、訴えたということでですね、このゲームはなんだ、課金しないと日本軍を倒せないじゃないかと、全く愛国じゃないじゃないかと、そういうふうにね、言うわけなんですよね。まあ、だからね、この、ミニピンクのね、その精神構造っていうのはですね、まあ、誰かを貶めて自分をちょっと、まあ、越に浸ろうというね、そういう精神構造なんで、彼らはね、どうしようもないんですけども、なんていうのかな、まあ、そこまで愛国ならせめて課金ぐらいしろよお前みたいなね、そういうふうにね、思ってしまうわけなんですよね。まあ、そんなゲームがあると、そんなゲームがあることによってですね、その分だけ日本から嫌われるじゃないですか。嫌われて、まあ、もう抗日ドラマそのものがね、そうなんですけども、なんていうのかな、まあ、作りすぎよくないよね。たまに別に10年に1回ぐらい、そういったコンテンツ作っても別に、まあ、いいと思うんですけども、
まあ毎年というか多分コンテンツの半分ぐらい抗日ものだからね、大体ね、まあ、審査があるんですよ、ドラマに関する審査で、何のドラマの審査をやっても通らないから、しょうがないから全部抗日ものにするとかね、そのぐらいの勢いでやってるんですよね。まあ、だから日本ってこう散々ね、ここ数十年中国に援助、技術援助してきたし、工場も建ててきたんだけども、まあ、だから最近その日本のね、工場がねもう出ていってるという状況に、ね、なってきてるんですよね。もちろんね、新しい、工場というのは基本的にはね、まあ、全部ではないんですけども、来ないという状況に、ね、なってきてるんですよ。もう中国もめんどくせえやと、まあ、最近はね、なんていうのかな、中国の特色管理ですね、病気の最近ね、まあ、疫病って言わない、疫賃って言わないで、疫病って言わないで、マスク期間っていうようになってるんですけども、まあ、マスク期間でね、激しく、ロックダウンで、外資をね、思いっきり追い出してると、そういった状況になってるんですよね。で、最近なんか、あとはね、映画ね、アメリカってほら、中国の、なんていうのかな、まあ、貿易を黒字にしてくれる、だから中国で製造したものをたくさん買ってる国だったのに、そのアメリカをねディスりまくるというね、そのメンタリティすごいですよね。クライアントをディスりまくるっていうね、クライアントはこんなに落ちぶれてるんだと、そんな風にね、罵っていったところ、そんなことを言ってはダメだよ、現実をねみんなねしっかり見ましょうねと、いうことでね、中国の元外交部のお偉いさんがね、そんなね文章をねわざわざ出すと、出したらね、バンされてしまったと、そういった悲しい経緯がね、中国にはあるんですけども、あとね、最近なんか漢人法っていうね、超人口かな、超人口でいいのかな、まあまあそういう、あ違う違う、なんかね、鋼の舞台とかいうね、日本でもね公開されて、もちろんね、興行収入大こけなんですけども、まあ、中国国内のね、いつもの愛国映画で、朝鮮戦争の映画をね出したわけなんですよね。で、朝鮮戦争の映画を出したらですね、まあまあ中国国内じゃね、どうせね、無理やりそれしか 見れないようにするんで、なんつうのかな、まあ、興行収入はねたっぷり上がるんですけども、これがねこういう映画を撮ると、まあ、基本的にはまあ気にもされないんだろうけども、アメリカ人嬉しくないじゃないですか、アメリカをディスりまくると、ディスりまくっても別にアメリカディスるのもいいんですよ、それはアメリカディスるのはいいんだけども、自国の方もねディスると、すればいいんじゃないかなと、まあ、同時にちょっと、なんていうのかな、反省し合うみたいな、そういったコンテンツ、まあ、戦争になればいいじゃないかと、戦争 の映画としてはね、いい戦争の映画っていうのは見た後に、なんていうの、いろんなことを考えさせられるのがね、いい戦争映画で、見た後にハイになるのはそのプロパガンダ映画っていう話があるんですけども、まさにね、プロパガンダ映画でしたね。まあそんな感じでね、お互いにもう欧米とその中国がね、デカップリングを促進して、いってるんでね、まあちょっとこれからちょっと厳しい状況になりそうですね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。